熊取山と周辺地形図山頂を南東から三方神社から見た霧もが峰、白岩山、熊取山熊取山は東京都、埼玉県、山梨県の境界にある標高2017.13メートルの山。東京都の最高峰であり、都内の山で2000メートルを超えるのはこの山のみとなっている。秩父玉街国立公園の代表的な山の一つで、 日本百名山に選ばれている。一と二県にまたがるとともに、東京都の最高峰、最西端の山でもある。山頂には一等三角点が設置されている。見晴らしがよく、周辺の山々のほか富士山、南アルプス、関東平野方面なども見ることができる。妙法が竹、白岩山とともに、三部山の三山,山の一つである。山頂の北西は埼玉県。 南西は山梨県と3都県の境をなしている。1901年、東京府東京市は水源地保全のため、玉川を囲む山地4万8000ヘクタール余りを山梨県から購入した。大正末から昭和6年にかけて、すすきの原だった熊取山周辺の稜線に、唐松の苗木を植林した。現在は、 東京都側と山梨県側の山林が、東京都水道局の水源林となっている。山梨県、東京都側と埼玉県側に大別される。山梨県田場山村の鴨茂座は、埼玉県秩父市の三宝神社からのコースをはじめ、様々なコースで登ることができる。かつては、山頂南側に奥多摩小屋もあったが、平成31年3月31日をもって、閉鎖された。 ありがとうございます。